ブールイコールマダムは、フランス、奥下に位地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。軍内でのブールイコールマダムの位置。青い部分が、ブールイコールマダム。真ん中の白い空白は、スペイン領のリビアセルダーニュに位置する。ブールイコールマダムは、国道20号線の南端にあたり、エブロ川の支流ラウル川とセグル川の交流地点で、ある。川の流れの一部は、フッツ西国境となっている。 ウガンにはスペインカタルーニャ州のプッチサルダーがある。この国境の位置は非常に興味深い。街の南西はスペイン領サルダーニャ、そして北東はスペインの飛び地であるリビアと接しているのである。このコミューンは2つのスペイン領土に挟まれ、フランスから離れてアーチを形成し、フランスと再接合するのである。ブールイコールマダムと他のコミューン間の境界線が、 国境を兼ねている部分は、実に、全体の70%である。このような状況は、非常に稀だ。国内には、同じような状況のコミューン、ブシニーイコールシュルロック、フランスメトロポリテーヌの北東の角を形成する、ローターブールがある。サンドマンデカルデガス教会ブールイコールマダムは、古くは、ラグイングエータ D9 の名を持ち、スペインのマチークスにある集落であった。 1659年のピレネー条約後、フッツ西間に新しい国境が引かれた。国境を越えた貿易や密輸の発展という利点のため、いくつの町の住民の大部分がレゴンゲッツディ・ヒックス集落へ引っ越してきた。最終的には元の町より人口が多くなっている。1815年の100日天下の間、ナポレオン・ボナパルトは、 アルトアハクの長男アングレーム公をバルセロナへ追放した。ワーテルローの戦い後に帰還したアングレーム公は7月10日にプッチャルダーに着いた。アングレーム公はフランスに入国して最初の村をビルの地位にあげることにした。住民たちは町の名をブールガンにしてほしいと頼んだ。しかしアングレーム公は自分の妻マディテレーズドフランスに敬意を表すことに した。かくして、町の名は、ブール・イコール・マダムとなった。1939年1月から3月にかけ、ダラディエス政府は、ピレネー山脈を越え、ルペルトゥ、セルベール、ブール・イコール・マダムへ流れ込む、スペイン人難民のために国境を開けた。スペイン内戦時代の、このエピソードは、レティラーだとして知られ、町に難民を受け入れる、ブール・イコール・マダムの歌が出来事に触発されて生まれた。 1973年、プールイコールマダムはカルデガス、オンデスの二つのコミューンと合併した。参照元、INSEE。ありがとうございます。